結構大きい上にもしかしたら凶暴なんですか。ちょっと獣の匂いとかもするんじゃないですか。獣の匂い、あのぬいぐるみの可愛さとはまたちょっと違う気もするんですけどね。あ、バナナのあるホテルにしてねって。バナナある？あ、バナナください。ここはバナナはありますか。はいはい、バナナ。あらあ、バナナ来た。出てきましたね。すごいですね。あバナナありましたね、バナナホテルにね。すっごい、あのやっぱり色がカラフルになった上に普段の放送とコメントの出方が変わりましたね。下にポンって出るようになって。あ、そうだ、私あ、伺いたかったんですが、はい、ツアーのタイトルってもうお決まりだったりするんですか。そうですね、バナナツアーです。違いますよね。そんなね、20年分のツアーがバナナツアーだってちょっと どこのバンドのかなって思いますもんね。ちょっとイメージじゃないですもんね、はい、でもあとちょっと違いますよね。やっぱ一応かっこよくいかないとバナナ食べてる場合じゃないと思う。そうですよね、はい、ダリアツアーの次がバナナツアーってちょっとないですよね。よく出ましたよね、バナナツアー。実際にはどうなんですか。あの 100% 言えなかったとしてももうアイディアとしてはあるんですか。まあ基本的にはそのウェンブリーアリーナの前哨戦ってことで、はい、バナナ気になっちゃうな。あ、じゃあちょっとバナナ、うん、ヨシキさんがバナナを召し上がってるっていうね。